こいつを使わせてもらおう。
生きて帰るぞ、俺たちみんなで。みんな、ちゃんと休むように。さて、何から話そうか。気を引き締めていこう。あなた方のおかげでガンマにも活気が戻ってきましたね。
新兵たちから評判を聞きました。共同は順調のようですね。ええ、私たちなりに精一杯やってみたわ。何か教えるって意外と難しいもんだな。少しは僕の苦労を理解してもらえたようで何よりだ。お前はいつも説教ばっかじゃねえか。または嫌味。賑やかですね。皆に慕われるのもわかる気がします。それはそれとして、共同はまだ続けるの？ああ、その件についてですが、そろそろ仕上げの時かと思いまして。仕上げ？それってもしかして？はい、これまでの総括として大規模演習を実施します。へえ、大規模演習、面白そうじゃん。その演習が終わればいよいよ彼らも一人前というわけか。そういうことです。つきましてはあなた方にもぜひご協力いただけると。もちろんそのつもりよ。それで演習はいつやるの？これからです。え？実を言いますと、すでに演習の準備は済ませていまして、あとは私が皆さんを現地にお連れするだけなんですよ。最初から全部織り込み済みかよ。ちゃっかりしてんな。あなた方が一通り共同を終えるのは今ぐらいの時期だと見越していたので。たまに強引よね、指導は。いえいえ、そのようなことは。あなた方を信頼しているがゆえですよ。それで俺たちはどこへ向かえばいいんだ？藤ヶ原は知っていますね。おう、もちろんだ。前にそこで戦ったこともあるしな。すでに新兵たちはコロニーを立って現地で待機しているはずです。演習の詳しい内容は彼らと合流してからご説明しましょう。皆揃っていますね。では本演習のミッションを説明します。とその前に、まずは上をご覧ください。上？あ、本演習用に私が手配したコンテナがたった今投下されました。仏藩、足原藩、キリア藩の各隊はコンテナを捜索、速やかに回収してください。それで私たちは？我々はコンテナを狙う敵です。彼らの回収任務を全力で妨害します。ミオ先輩たちと戦うんですか？そんなの無理ですよ。いちいち騒がないでください。これが演習であることをお忘れですか？そうそう、俺らみたいな新兵相手に先輩らが本気出すわけねえって話。3人とも、今から私が言うことをよく聞いてください。敵が誰であろうと相手を軽んじたり侮ってはいけません。一度ブレイドを交えたならば力の限りを尽くして戦うこと、それが敬意というものです。ですか？敬意を払わずして戦いに臨めば、後に残るは禍根のみ。力に身を任せて戦うだけではこの戦争が終わることは決してない。故に我々兵士の究極の使命とは敬意を持って禍根を断つことなんですよ。相変わらず難しいこと言ってんな。指導軍務長らしいけどね。
ミオたちも遠慮は無用です。あなた方の全てを彼らにぶつけてください。了解。私たちも全力で敵をやり遂げるわ。結構です。では各班、指定ポイントへ向かい、演習開始時刻まで待機。以後、瞳による通信を禁じます。以上、解散。そろそろ時間ですね。我々も作戦行動に移りま…シド？どうかしたの？いえ、何やら視線を感じたのですが、気のせいだったようです。なあ、早くコンテナを探しに行こうぜ。ひよっこどもに先越されちまうぞ。そうですね。我々も先達としての意地を見せなければ。了解。ミッション開始だな。まずは投下されたコンテナを探しましょう。全部で3つでしたね。急ぎましょう。とよっ。回収してしまおう。あれ、誰もいないぞ。私たちが一番乗りか。なんだよ、拍子抜けだな。じゃ、コンテナだけ回収して。そうはいかねんですわ、先輩。え、何？囲まれた。ほう、そうきましたか。新兵だからって俺たち舐めてると痛い目見るぜ。見るぜ。私たちも必死だからね。悪いけど全力で行かせてもらうから。上等だ。なら死ぬ気でかかってこい。だね先輩、これはもう諦めるしかないかな。そんなことはないさ、君たちも十分いい線いってたと思う。ええ、まだまだ伸びしろがある。これからも頑張って。先輩。あ、でもコンテナはもらっていくからね。まだやるなら相手になるけど。いや、もう勘弁ってことで。遠慮しなくていいんだよ。実戦好きでしょ、筋トレよりも。セナ、お前まだ根に持ってんのか。
ミオ先輩みたいにリーダーとしてしっかりしなくちゃ。敵を倒すのは任せてくれ。助けてくれてありがとうございました。おうよ、僕たちは彼らの敵だぞ。手助けしてどうする。だからって見殺しにもできねえだろう。不測の事態は戦場の常です。これも一つの経験としましょう。もう、あれ、あなたたち確かキリエ班よね。はい、そうですけど。もう、キリエはどこ？いません。またいつものです。なるほど、いつものですか。また迷子になったのか、あの子。さすがキリエちゃん、ブレないね。どうする、シド、私たちでキリエを捜索する？いえ、これも演習の一環です。ここは彼らに任せましょう。了解です。こっちで探してみます。あんま自信ないですけど。キリエ、大丈夫かしら。キリエは真の強い兵士です。今は彼女を信じましょう。
可能ね。ぶっ倒してやる。ありがたく紹介しましょう。エアパンク。メトリオール。これはもうか。いいよユニ。エアパンク。ファイヤーエッジ。ありがとよ。ファイヤーエッジ。デトネーション。エアパンク。エアパンク。私が相手になるよ。ここで決めよう。ワイドフラッシュ、エアパンク、バタフライエンジン、攻撃しよう。ここで決めよう。ここで決めよう。デトネーション、ダイバースライブ、コーラゴーク、やってやろうぜ。ダイオンだ。すごい。やむを得ない。ソイン、速やかに撤退せよ。見事な引き際でしたね。戦況をよく見ている。ええ、足原は良き参謀になります。あなたの共同の賜物ですね。僕だけではありません。彼らの協力があったからこそ。よっしゃ、コンテナの中身は俺たちのもんだぜ。何が入ってるのか楽しみだね。連中が戻ってきたら面倒だ。とっとといただいてずらかろうぜ。皆さん敵が板についていますね。この役をお願いして正解でした。はあ、お見事でした。これで我々の任務は完了です。最初の合流ポイントへ戻りましょう。おかしいな、こっちの方だと思ったのに。もしかして私、みんなからどんどん離れてってる？はあ、そんなことないよね。お、ないないないはず。あれ、キルセイ、あわわわ、どうしよう。ひゃこれはまた珍しい。と。価値がありそうですね。皆さん、お疲れ様でした。本演習におけるあなた方の奮闘ぶり、しかと見させていただきました。しかし、結果は私たちの完敗です。これでは。そう落ち込むなって。筋は良かったと思うぜ。僕たちを相手にここまでやれたなら、新兵としては上出来だ。ところで、ここには各班のリーダーが集合しているはずですが。すみません、俺は代理です。キリエはまだ見つかっていません。なんと。これは本格的に捜索した方が良さそうだな。やれやれ、世話の焼ける後輩だぜ。はい、こちらはシドウ。シドウ、それが今のお前の中。何者です？
それよりも知りたいことがあるはずだ。例えば、そう、愚かにも戦場をさまよっていたお前の部下が今どこにいるか。まさかあなたがキリエを。彼女は無事なのですか？それはお前の行動次第だ。せいぜい探しに来るといい。仲間に助けを求めようが、援軍を連れて来ようが構わん。だが、俺から逃げることだけは許さない。あなたの言葉はあまりに不可解だ。筋が通っていない。解を忘れるな。俺はお前の過去だ。シドウ、どうした？キリエに何かあったのか？キリエが何者かにかどわかされたようです。そんな、一体誰に？わかりません。おそらくはケベスの手の者か、あるいは。なら急いで助けに。いえ、キリエのことは私が対処します。皆さんは兵士たちを連れてコロニーに帰還してください。いや、けどよ。あの、軍務長、俺たちのことは気にしないでください。先輩に付き添われなくてもコロニーに戻るくらい俺らでできますし。伊豆の目普通。しかし、指導軍務長、私もそれが最善手と考えます。私たちでは足手まといになるでしょうが、先輩方ならきっとキリエを。お前ら。承知しました。ここはあなた方にお任せします。皆さん、どうかキリエの救出にご助力願えますか？元よりそのつもりよ。私たちでキリエを見つけましょう。とはいえ、この広大な場所のどこから探したものかな。いえ、キリエの居場所についてはおおよその見当はついています。え、そうなんですか？ここ藤ヶ原の西方に位置するロッツォ古戦場跡、その西欧にキリエはいると思われます。どうしてそう言い切れるんだ？事態は一刻を争います。理由は道すがらご説明します。軍務長、キリエのことよろしくお願いします。ええ、必ず連れて帰ります。皆も帰還までは警戒を怠らぬよう。ロッツォ古戦場跡に急ぎましょう。キリエを見つけ出さなくては。キリエ、無事でいて。よっ。ここから先へ進む前に話しておくべきことがあります。あなたがなぜキリエの居場所を知っているかについて。はい、おそらく敵の真の狙いはこの私です。それじゃあキリエちゃんが捕まったのは。私をおびき出すための人質、そう考えれば辻褄は合います。つまり軍務長は敵の正体を知っていると。いえ、ですが心当たりはあります。その推測が正しければ
キリエはこの先にいるはず。一体何があるんだ。因縁。因縁。かつてこの古戦場で大きな戦いがありました。ケベスもアグヌスも数えきれないほどの命が散り、最後は双方ともに全滅。この凄惨を極めた戦いは、コロニー海が火蓋を切ったことから教訓としてこう呼ばれています。海を忘れるなと。その交戦記録なら僕も知っています。ですが今回の件とどういう関係が。それを見極めるためにも我々はキリエを救い出さなくてはなりません。ええ、事情が何であれ私たちの目的は変わらない。そうよね。私は今度こそ禍根を断つことができるだろうか。あるいはまた。キリエ、どうか無事でいてください。再びここに戻ってくることになろうとは。シドウ、キリエ。シドウ軍部長、大丈夫ですか。怪我は。すみません、腰が抜けちゃって。ひとまず無事みたいね。よかった。ええ、かろうじて最悪の事態は免れましたが、しかし言動、立ち振る舞い、以前とはまるで別人のようだが、この場所を知っているということはやはり俺の目に狂いはなかったわけだ。あなた一人なの？他に仲間は？あの鉄巨神を見ろ。あの火時計に灯る最後の命が俺だ。仲間たちはここで死んだ。皆殺しにされた。コロニー海の軍務長、沈滅の異名を持つあの男にな。お前はあの戦いの生き残りか。ああそうだ、奴と同じくな。あなたの望みは分かっている。しかしなぜこんな真似を。あの惰弱な兵士をおとりに使ったことか。こうでもしなければお前は俺から逃げていたな。偽りの名と姿で過去から逃げ出したようにな。過去は未だ私と共にある。決して逃れることはできない。だからこそ私は別の道を選んだ。過去を背負って生きていくために。そんな都合のいい理屈でムクロとなった兵たちが納得すると。ふざけるんじゃない。俺はこのために生きてきた。
無様に生き残った惨めさに耐えてきた。だがそれもじきに終わる。お前を殺しその命を仲間に捧げれば。どうあっても戦うというのか。他に道はないと。やめろ、俺を見下すな。虫けらを見るような目で俺を。俺は弱者なんかじゃない。仲間を見捨ててなどいない。殺してやる、殺してやるぞ。よくも思い知らず。シド、気をつけろ。あのケベスの兵士、普通じゃない。ここで死ね。おーがーい。貴様を殺し、その無垢を仲間への手向けにするやつを。どうやって戦うというのですか。まだだ、避けられるか。逃がさないで。避けられるか。やってみせる。覚悟。逃がさない。やあ。避けられるか。やってみせる。この程度ではないだろう。お前の力は。あなたの望みは私を殺すことだ。ならばこの戦いに意味などない。今すぐ私を。また俺を侮辱するのか、嘲笑うか。弱者には戦う価値すらないと。違う、そのようなことは断じて。なら戦え。仲間を首に殺した時のように本性をさらけ出して戦え。俺を殺してみせろ、ウォーガイ。ふぬけが。いやでも奮い立たせてやるまでだ。あの未熟な兵士のむくろを前にすれば、いかにお前でも。未熟なんかじゃないです。キリ、あいつ、いつの間に。キリ、動けるなら今すぐそこから逃げて。逃げません。私も先輩たちと戦います。おい、無理すんなって。無理でもやります。指導軍務長も言ってました。あなたは。だから私も戦うんです。私だってグム長やミオ先輩と同じコロニーガンマの兵士なんです。まったく、教え子に忘れるべからずと忠告したことを私自身が忘れるとは。どうやら未熟なのは私の方だったようですね。
あなたの技は実に見事でした。死を覚悟し命を賭した鍛錬の末に得得したことは想像に難くありません。ならば私も前例をもってそれに応えるまで戒めとして封じた我が奥義で。キリエ、お願いします。あなたの力を貸してください。クマちゃん、了解です。キリエ、頑張ります。いいだろう。やれるものならやるがいい。その奥義とやらで俺を打ち破ってみせろ。オーガイ。攻撃を集中させたかキリエ、援護は任せましたよ。
死ぬのか。過去はお前を許しはしない。俺たちの分まで苦しんで生きろ。簡単に死ねるなどと思うな。その言葉、この命尽きるまで決して忘れはしません。そこのアグネスの兵士。私ですか。未熟などと言ってすまなかった。お前は強い。俺なんかよりお願いがあります。ええ、分かってるわ。彼の命を送りましょう。ありがとう。ありがとうございます。これで彼の命に安らぎが訪れれば。ああ、そうだな。そうであることを願うよ。改めてお礼を言わせてください。あなた方の助力がなければ今頃は。気にしないで、シド。私たちはやるべきことをしただけだから。あなたもよく戦ってくれました。成長しましたね、キリエ。本当ですか。私、皆さんのお役に立てましたか。うん、正直見直したわ。キリエも立派なアグヌスの兵士ね。ミオ先輩にそう言われたら私、嬉しすぎて死んじゃいます。指導軍務長、あなたは一体何者ですか。あのケベス兵はあなたをオーガイで呼んだ。オーガイはアグネスでも屈指の武闘派としてその名を轟かせていた軍務長です。ですがオーガイは数年前に戦死したという公式記録がある。仮にあの兵士の言葉が真実だとすれば、あなたは。あなたの疑問はもっともです。ですが申し訳ありません。私にはその名について語ることはできないのです。それは僕たちでは信用できないからですか。いいえ、そうではありません。これは約束なのです。約束？力のあり方と戦いの心構えを後に続く者たちに伝えること。その望みを叶える代わりに
決して過去を語ってはならない。それが私と執政官 G が交わした約束です。 G だって、シドウと俺たちが倒したあいつが。その約束のもと、私に新たな名と共同官という立場を与えたのが彼でした。過去を語ってはならない、なんだってそんなことを。私にその資格がないからです。私がいくら言葉を尽くしたところで、それはただの弁明に過ぎません。誰かに許されることで過去の重みから逃れようとする行為、それを執政官は固く禁じたのです。私はこれを守り通さなくてはならない。この命が続く限り。だとしてもあなたは辛くないの？悩みや苦しみを誰かと分かち合うことも許されないなんて。シドウ、あんたの言う過去のこと、それを俺たちが知りたいと思うのも許されないことなのか？それは、いえ、確かにその通りですね。私に過去を打ち明ける資格がないよ。真実の追求を止める権利もない。全てはあなた方の意思次第です。なあ、さっきから話がさっぱり見えねえんだけど。檻を見て話す。なあ、そろそろ戻ろうぜ。あいつらもきっとキリエのこと心配してるだろうしさ。そうね、みんなにも早くキリエの無事を伝えなくちゃね。はい、ミオ先輩。先に行っててもらえますか？すぐに追いつきますので。分かったわ。
あなた方のおかげでガンマにも活気が戻ってきましたね。軍務長にそう言っていただけると僕らも骨を折った甲斐があります。